いや、今週は本当どの作品もレベルが高かったですね。そしてその上でついに2021年夏アニメも全作品が出揃いましたというわけで、今回は毎週やっております週刊アニメランキングやっていきたいと思います。こちら毎回ネタバレありでやっておりますので、その点ご注意くださいということで、早速20位からですね紹介していきたいと思います。ではまず20位です。20位、チート靴子のスローライフ異世界に作ろうドラッグストア4話ということで、前回ランク外から20位にランクインということですね。まあ異世界日常アニメという形ですか、まあ靴子の意味があまりないような気もしますけれども、まあキャラの可愛さとそしてギャグの勢いで、まあ、持っていっているという作品で、まあ僕は結構今回笑いましたし、まあ可愛さもあって深夜アニメ感全開でね、今は良かったんじゃないかなと思います。まあ結構好みは分かれるかな。まあ可愛いキャラ好きで面白いの好きでやって方は一度見てみていただいて、まあこの作品が合うよって方はハマれるんじゃないかなと思いますね。で、オープニングとかエンディングも結構癖になる感じで、まあ僕はなんかだんだん好きになってきている感じです。では続いて19位です。19位、ピーチボーイリバーサイド5話ということで、前回ランク外から19位という子はね、いやどうすかこれ。いやもうね、単体としてはやっぱ面白いと思うんですよ。話単体としては、うん、やっぱ普通の日常からガラッて変わる、その表現していく様子とか、今回はフラウの劇的な部分、そしてキャロットの優しさとかね、まあいろいろ出ててよかったと思うんですけど、まあ時系列でええやんってもう多分みんな思ってると思うんですよね。マジでこれほんと失敗しんなって感じで、もったいないっすね。もったいないとしか言いようがない。やっぱ元の素材が良くて、時系列通りやったら面白いだろうにっていう感じで、まあなんかね、ここなんでこうなったのみたいな、多分明らかに時系列がバラバラだから、理由付けがもう弱くなってしまってるというのもあるし、展開が明らかに急だっていうのもあってね。まあ D アニメの時系列版を見るか、なんか僕のコメント欄に書いてくださったのは、全部録画しておいて後で並べ替えてみますみたいな、ね、そういう方もいらっしゃったんで、まあそういう感じで、とりあえず時系列で見た方がいいと思います。僕はまあとりあえずオンエア順で見て、こうやってまあレビュー動画を上げてる関係もありますんで、やっていきますけれども、普通にアニメ見てる方は時系列で見た方が間違いなくいいと思います。はい。では続いて18位です。18位。探偵はもう死んでいる4話ということで、前回18位から同じく18位ということをね、いやもうこれに関しても、まあまだね、なんか今一歩足りないかなっていう、なんか面白さがね、突き抜けてこないかなっていう感じはしますけど、今回はユイニャーがついに仲間になってくる、サイカワユイっていう仲間になってくる、その上で主人公のかっこよさも出てくるというか、まあ結構面白い回ではあったんじゃないかなと思います。まあでもいかんせん、ね、原作をカットしてるからかね、コウモリのところとか、まあサイカワユイのその左目だったかな、その、まあ、真実が分かる部分っていうのが、まあ、唐突というかね、明らかにその説得力が足りないところ、あれこうなんでこうなったみたいな部分があったので、ちょっとやっぱ、原作カットね、する部分はどうしてもラノベ原作のアニメだとしょうがないところはあるんですけど、まあ、もうちょいちょっと理由付けとかをね、うまく描けたら違ってきたんじゃないかなっていうのは思いました。では続いて17位です。17位。迷宮ブラックカンパニー4話ということで、前回8位から、結構ダウンしましたね。9ランクダウンの17位という声で、僕は結構感動系だったのかな。もちろん笑えるようなね、もんだりとか、まあ笑える部分もありましたけれども、割と感動系、そして現世に戻るのかみたいな感じで最後終わったと思うんですけどね、どうなっていくのかっていうところで、まあこういうギャグアニメってね、まあ多分個々人によっても結構その話によって面白い面白くないってあると思うんですけど、まあ僕はそんな今回刺さらなかったですけどね、まあひとまず次回が、以降の展開がね、楽しみなと思っております。では続いて16位です。16位。サニーボーイ3話ということで、前回6位から10ランクダウンの16位ということですね。やっぱこの先まだまだなんかわかんないことが多すぎますよね。だんだんちょっといろんなことが明らかになってきて、まあ、話は進んできているんだけれども、やっぱ難しいというかね、まだなんかおすすめしきれる段階でもないし、これが面白いって確信できる段階でもないのかな。ひとまずじっくり見ていくアニメなのかなっていうのは思ってますね。まあだんだん面白くなってくるというか、うん、なんかすごいアニメになる予感しかしてないんですけれども、まあ、ひとまず3話はこの順位ということで、2話の方がなんかより面白かったなっていう感じはしますけども、まあ、ひとまずね、今後に期待という感じです。では続いて15位です。15位。死神坊ちゃんと黒メイド4話ということで、前回13位から2ランクダウンも15位でね、まあ、CG は何も問題なく素晴らしい作家でして、アリスの相変わらずね、素晴らしいからかいも見せてくれている。その上で毎回ね、今回この先に新キャラ出てきて、なんか飽きさせないのやつ、どうしてもからかい系ラブコメみたいなね、まあ、高木さんとか長虎さんとかのそういう作品って、まあなんか毎回同じような話の系統になりがちなんですけれども、この先は毎回新キャラを投入するってことによって、まあ、うまくアクセントが効いてるのかなっていうのはすごい思ってます。今回もね、良かったなと思います。では続いて14位です。14位、東京リベンジャーズ17話ということで、前回4位から10ランクダウンというね、いやこれね、話としては面白いと思うんですけど、ちょっと
問題点があって、作画ちょっとやばくないですかこれ。なんか結構結構っていうか相当崩れてたなっていう印象で、なんか刀身とかバグってた。ちょっとね、17は見に行ってほしいんですけど、見てない方は、え、どうしたみたいな感じになってるんですよね。まあもともとライデンフィルムさんというところで、まあ大丈夫かなって言ってたんですけど、ちょっと怪しいですね。これはもうかなり怪しいんで、最終話まで持つのかなっていうところが心配だなっていうのと、まあ主に話としてはね、キサキの、まあなんかその、キサキの裏側とか分かってきたりとか、あの、カズトラとかね、だんだんまあそのいろんな要素が明らかになってくるという回だったので、あの、面白かったと思うんですけど、作画がとりあえず心配だなっていうのと、まあ、ひとまず前回の方がね、前回ちょっとエグかったんで、新一郎君のね、回で。まあ、あの、今後に期待して、ちょっと作画ちょっと文字頑張ってもらいたいなっていうのが、もう、かなり思ってるところです。では、続いて13位です。13位。女神寮の寮母くん3話ということで、前回ランク外から13位ということで。いや、これやっぱ面白いっすわ。うん、なんか2話見た時に、やっぱこれシナリオがよくある、なんかエロゲのシナリオみたいな感じでね。なんか、まあ皆さんおすすめする方じゃないのかな。なんか、エロいのちょっと見たいなって人は、まあ、Dアニメとかね、無修正版みたいなやつで見ればいいのかなっていうのを思ってたんですけど、まあ3話でやっぱツンデレ、超ツンデレ幼馴染みたいなテンプレの素晴らしいキャラ出てきまして、いや、話もおもろいやんっていうことでね。やっぱ良かったと思いますよ。主人公の優しさもうまく出てたし、まあ、ツンデレのね、あるあるの、なんか、本当は優しくしたいんだけれども、すごい強い口調で言っちゃうみたいなとこもありつつ、まあ、いつも通りのエロさも全開というところね、いい良かったですよ。Dアニメのシースルーバージョンだったかな。それでかなり見えてますね、あれ。なんか、僕 Dアニメ舐めてましたけど、Dアニメさんかなり本気出してくださってて、まあ、結構もやかかってるけど、まあ、見えるんで、これがね。うん。なんで、Dアニメとかでそういうの見るのもおすすめですし、普通に話としてもね、面白かったです、今回は。うん。まあ、ちょっと見てみてください。はい。では、続いて、12位です。12位。彼女も彼女5話ということでね、前回10位から、2ランクダウン、もう12位ということですね。いやー、ミリカがイカれてると。この先に出てくるキャラがね、行かれまくってるわけですけれども、ミリカがなんとか、ナオヤと付き合おうと、さんまたしてもらおうという子をね、家に住まわせてもらえないもんだから、外で住むという子をね、YouTuber 魂、MeTuber だっけ、まあ、なんかその向こうの世界の YouTuber の、気合を全力でね、もう存分に見せてましたけれども、いや、いいなと思って、ああいうなんかね、まっすぐというか、何事にも全力みたいなキャラ、僕はすごい好きですし、その上でまあ、なんかちょっとエロさもあったり、作画も今回結構良かったと思いますね。前回ひどかったんですよ、本当に。先々の指が6本になってたりとか、まあ、かなり雑な作画だったんですけど、思いに関しては問題なかったんで、この勢いで手塚プロダクション先生には、まあ、頑張っていただけたらとすごい思います。まあ、話としては間違いなく面白いと思います。では、続いて11位です。11位。出会って5秒でバトル3話ということで、前回12位から1ランクアップという、これもね、やっぱ、ほんと古き良きアニメということで、今回は天垣ゆりちゃんってヒロインの、まあ、良さも、出てたし、その上でまあ、ついに能力バトルの団体戦っていうのが始まって、団体戦なんだけど、1対1で戦いますっていうところで、まあ、能力、なんかそのね、もともと、思ってた能力と、さらに強い能力があったりとかいう感じでね、なんでしたっけ、木を鉄に、剣に変え、木刀を剣に変えれるのか、何でも切れる剣に変えれるみたいな、より強い能力で、みたいな感じで、まあ、能力バトルモードしてもなんかいろいろ、まあ、心理戦要素とか裏をかけていく要素もあってね、いや、面白いと思いますし、いいと思いますね、これは、なんか昔のアニメ好きだよって方はすごいこれハマると思うし、僕もね、現在ちょっと読んでますけど、かなり楽しめてます。はい。そしてここからトップ10、いよいよ入っていきます。では第10位です。第10位。白い砂のアクアトープ4話ということで、前回19位から9ランクアップというね、いやー、賛否分かれてますね。分かれてますね。僕はまあ、感想動画今週上げてまして、まあ、結構ユリ展開、なんかユリ展開というかユリっぽい感じだったんですね。ククルと、ユー、フーカちゃんか、が仲睦まじくなっていくという様子が描かれてまして、結構シリアスだったんですよ。フーカちゃん元アイドルだったから、そのアイドルで、そのバレちゃうんですよね。まあ、周りの、人たちが水族館に訪れた人たちにバレてしまって、それなんとか対処していくっていう展開だったんですけど、そこで、まあ、フーカちゃんのククルがより仲を深めていくっていう話で、僕は非常に良かったと思ったし、白い砂のアクアトープに期待してたのはこういうのだよねって思ってたんですけど、意外とそうでもない層の方も結構いらっしゃるみたいで、まあ、僕はね、まあ、この先2クールあるから、まだまだじっくり見ていくべきだとは思ってますけど、ひとまず今回普通に面白かったというか、うん、求めていたものが僕は来たなっていう印象でしたね。最後はちょっとママンが突撃してきたということで、来週は修羅ばかりだと思いますけども、まあ、その辺うまく描いてこれれば、まあ、3話はちょっとあれでしたけれども、まあ、4話は良かったと思うんで、まあ、引き続き楽しみに見ていきたいなと思っております。では次、第9位です。第9位。
リメイン4話ということで、前回9位から同じく9位ということで、いや、これおもろいっすわ、見てほしい。まあ、前回も僕ランキング入れた時に、リメインも期待してなかったけど、面白いですねってコメントもいただきまして、やっぱおもろいと思いますよ、水球のスポーツアニメ。タイバニの作者かけるマッパさん、制作会社マッパさんのオリジナルアニメというところで、今回はPV にもあった、お前はリメイン、お前はとどまってんじゃなくて、もう一度主役になるんだ、リメインなんだ、みたいな感じの、PV で僕はすごい感動したってセリフが実際にアニメで流れてまして、まあ、それも良かったし、水泳やってたね、キャラが、対決に、負けて、もう、入部しないのかと、残念だなと思ってたら、お兄ちゃんが、清水みなとっていう主人公ともともとチームメイトですごい尊敬してる、お前絶対持ってこいよと、そのリメインのセリフを言った人ですね、だったことによって、自分の憧れてる、まあ自分が目指してるお兄さんがそんなに尊敬してるというか、そんな持ってきてほしいっていうことは、この主人公は間違いないんだなっていうことで持ってきてくれましてなんかすごい展開だなと思ってね、まあ、びっくりしましたけど、まあ、やっぱそのリメインのところ、まあそのいろんなチームメイト、過去のチームメイトたちが出てくるっていうところをめちゃくちゃ刺さりましたね。でその上でなんかこうやジュニアチーム戦うというところでおそういう展開で来るのねって感じで、なんかこの先毎回その終わり方がなんかちょっと微妙な感じがするんですけど、くじり方っていうんですかね、まあそこさえうまくいけばもうシナリオとしては間違いなく面白いと思います。今回うまく裏を書いてくれたし、まあその上で、まあ、主人公が昔強かったよねって要素をうまく活かしてくれてるなと思うんで、今後も大いに期待してみていきたいと思います。あとフロンあれそろそろ突っ込んでくださいとか、めっちゃ噛んだ、そろそろ突っ込んでほしいんですけど、誰かにフロちっちゃすぎでしょ、あれ。うん。あれはやばい。むさ苦しいもん。あれは問題だと思っております。はい。じゃあ次、第8位です。第8位。精霊幻想記4話ということで、前回段階から8位で、ちょっと待って、リメインの風呂の話気になって、もうちょい言いますけど、リメインの風呂ってなんかまあ、すごいちっちゃい風呂に、なんか水球部、9人か8、9人じゃない、6人か7人全員入ってるんですよ、そこに。もうそれやばいなと思ってます。はい。すいませんね。精霊幻想記の話戻りますけれども、4話ランク外から8位ということで、いや、素晴らしかったですね、今回。まあ、前回ランク外にしてて、なんで入れないんですかみたいな感じ。まあ、僕は正直、まあ、ちょっとよくできすぎかなっていうのは思ってたし、まあ、ナローあるあるだなっていうので見てたので入れてなかったんですけど、まあ、今回もやっぱご都合主義感は強いんだけれども、ラティーファーでしたっけ、まさかの主人公の転生前の時同じところにいた事故にあったキャラ、同じく転生したキャラっていうのが出てきまして、その子はまたひどいね扱いを受けているわけですよね。その元々のその何ていうの、貴族かな、王族かなんかにすごいひどい扱いを受けていると。その中で今回はそのラティーファーがまたその明るさを取り戻していく、トラウマからなんとかその克服していこうっていうのを描かれてくる、リオくんがうまくその導いてくれるっていう話で、非常に感動したんですよね。うん。まあちょっと駆け足感とかあったり、まあなんかご都合主義とか感じたりもしましたけども、素直に、まあ、すごいなんかうるっときたし、ラティーファさんよかったねっていうのは思った。まああとはその転生前のキャラ、同じくその人間界から転生するキャラ、しかも同じ事故で亡くなって、転生してきたキャラがいるとは思ってなかったんで、なんかその辺もね、おお、そういう風に来るんだみたいな感じで思いましたしね。まあ、キャラ可愛かったし、非常に良かったと思います。泣きそうでした。はい、泣いたかな。はい、素晴らしかったです。では次、第7位です。第7位、小林さんちのメイドラゴン S4 話というか、前回3位から4ランクダウンも7位ということで、まあ、ほんと癒されますね。まあ、今回に関しては、まあ、いるる成分はちょっと薄い、まあ、薄くなってる気がしましたけれども、まあ、カンナちゃんとかね、サイカは相変わらず最高に可愛いですし、で、このね、トールがもう不良を撃退したりとかで、まあ、最高の4話で、まあ、他からなんかシリアス展開になっていくらしいんで、その辺をね、どう描いていくのかを楽しみにしつつ、まあ、ちょっと不安もありますけれども、見ていきたいなと思います。では、続いて第6位です。第6位。僕のヒーローアカデミア5期108 106話18話ということですね。前回15位から9ランクアップ。いや、ヒロアカ今回めちゃくちゃ良かったですね。まあ、エンデバーの家族の問題っていうのに、まあ、向かっていく、家族に向き合っていくっていう回で、すごいなんか、染みるというか泣けたし、その上で、轟くんとか、まあ、デクとかの優しさ、かっこよさが出てて、いや、素晴らしいなんで、やっぱこれヒロアカいいなっていうのは思いました。あと、今回はかなりイカれた敵ね、俺はなんとかエンデバーに殺されてなんか初めて報われるんだみたいな、かなりイカれた最高野郎みたいな敵だったんですけど、そこの辺のなんかヤバさとかもうまく描けててね、非常に良かった。まあエンデバーがやっぱその家族となんかなんとかそのお兄ちゃんとかの関係を修復しようって、まあ向き合っていく。その上でお兄ちゃんにうまく仮を作らないような感じを出していくっていうのが、すごいね、良かったと。感動しました。素晴らしかったです。一応からトップ5に入っていきます。では第5位です。第5位。
たちのリメイク5話ということで、前回2位から3ランクダウン、5位というをね、私つい、まあね、7子がゴッドノーズ歌ってました。あのゴッドノーズをね、またテレビで聴ける時が来るのかってだけでも感動したわけですけれども、その上でまあ、えぐい修羅場展開を持っていましてね、今回は7子じゃないわ。篠明と京也が最後キスするところに7子は遭遇してしまうみたいな、まあ絶対起きてほしくないであろう、でも起きてしまうと思っていたことが起きてしまいまして、なんだこの日本語。まあすごかったですよね。まあなんかうまくその、タイムリープクリエイター、その、主題に沿いつつ、7子とか篠明の主人公のなんか恋愛模様みたいなところもうまくまあドロドロして、まあドロドロしてますけれども、描いてきて非常にいいなというか、まあまあ別に嬉しくはないですけどね。なんかまあうまく描けてるなっていうのは思いました。はい。まあ、とりあえず7子報われてくれと思ってます。はい。まあ感想とかも上げてるんで、そちら見ていただけると嬉しいです。では続いて第4位です。第4位。ジャキー様はくじけない1位はということで、今回初登場。面白いこれ。最初僕見る気なかったんですけど、ジャキー様はまあいいかな、まあ、始まるのも遅いしねって思ってたんですけど、見ないですかリクトさんみたいな声をいただきまして、まあまあ見るかと思って、夏アニメ少ないし見るかと思ったらめちゃくちゃ面白かったですね。本当ありがとうございます、視聴者さんの皆さん。いやーね、まあジャキー様って魔界ナンバー2のもともとめちゃくちゃ強かったキャラが、まあその魔石とか魔力を失って、まあちっちゃくなっちゃうと。結構そのキャラがドジっ子で、その上でまあなんとか魔界復興に向けて頑張っていくという話なんですけども、まあそのジャキー様はちっちゃくなったらまあ超可愛いし、ドジック要素もありつつ、まあいいですね。で、大空直美さんっていう名前やってると思いますけど、宇崎ちゃんの声優やられてた方で、結構癖強めなんですけど、その声優さん僕すごい好きでね、もうおかえりなさいというか、本当ありがとうございますという感じで、いや可愛さもあり面白さもありで、素晴らしい作品に仕上がった作画も良かったですね。シルバーリングさんか、もうぜひ見てください、見てない方っていう、いい一話と思います。続いて第3位です。第3位、日暮らしの泣く頃に卒6話ということで、前回16位から13ランクアップ。面白すぎたっすね、今回の日暮らし卒に関しては。もうこんなにえぐいグロ描写流せんだテレビでっていうぐらいの、まあ、グロ描写を流しつつ、ミオンがひなみざわ症候群にかかるとこうなっちゃうんだねと。そしてそれを倒していくさとこと、まあ劇的な展開も合わせまして、素晴らしかったし、もう画面にこう食い入るように見ちゃいましたよね。もう目がかもう片付けも話せなかったっていう話で、こちらも感想とか上げてるんでぜひ見ていただけたらと思いますけれども、すごかったなっていうね、なんか日暮らし卒もやっぱ面白い。まあ終着点がどこに向かってるかまだ分かってないので、そのなんかどういう風に完結を迎えるのか、その辺を楽しみに見ていきたいと思います。では続いて第2位です。第2位、マギアレコード魔法少女マドカマギカガイデンセカンドシーズン1話ということで、今回から初登場ということで、面白かった、待ってました、こういう話をマギアレコで見たかったなという話を見事に見せてくれまして、もうほんと窓マギ2期を見ているかのような感じで、その上かなおかつマギレコの1期につなげていくラストというところで、まあすごかったですね。作画も脚音も音楽面も今期の中でも1話だったらズバ抜けてよかったんじゃないかなっていうぐらい素晴らしかったです。まあこちらも感想動画を上げてますまあ上演先にちょっと興奮のあまり全部感想動画上げてますけど、まあすごかったですね。これもマギレコ本当に面白かった、文句なしの1話あったし、まあ今後2話以降もこんな感じでまた面白くなってほしいですし、まあよりね、この窓マギのワルプルギスの、めっちゃかんな、すみません、窓マギのワルプルギスの回転の映画が、ね、より楽しみになったなと思います。いよいよ第1位発表していきます。第1位です。第1位、過激少女5話ということで、2週連続1位。いや、これしかないわ。今季1の神回、今季1泣きました。本当に、すごかった。まあ、前回まで言ってた、怪奇少女の怪奇の部分歌ったり踊ったりっていう、そのメインストーリーがあんま進んでないよねってところをうまくやりつつ、サラさんの才能とか、アイちゃんの変化とかを見せつつ、今回は山田さんだけど、名前が一応飛んでますけれども、まあ、拒絶しようかと思ったら自分で入ってたんです。自分で自ら入ってたっていうキャラを、まあ、うまく先生の優しい先生と厳しい先生を合わせつつ、その怪奇の厳しさとか、うん、キャラの成長とかを本当にうまく描いてて、もう涙しか出ませんよね。本当に。もう尋常じゃないぐらい泣きましたし、これ派遣だな今期のって確信した瞬間でした。こちらもね、感想動画上げてより深く感動を語らせていただいておりますというわけで、今週のですね、週刊アニメランキング4から5話の、おすすめランキングトップ20の紹介以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、来週も引き続きやっていきますし、まあやっぱね、夏に盛り上がってきた、ついに前作に出揃ったということで、今後も楽しみです。ではここまで見てくださってありがとうございました。